ちゃ。こんにちは、ゆたかさん、はい、予想通りゆたかさん、4月の後半になって、阪神がもう息吹き返してきましたね、はい、連勝で、ね、はい、得点が2得点からの呪縛が解けないって言ってたところからも本当じゃなかったな。そうなんですよ、ずっと2得点2得点で最高が、そっから一気にボーンと行きましたね。なんだと思う、まあ、あれは、まあ、中日戦だったりとか。ああ、俺はその前のジャイアンツ戦だよ。ジャイアンツ戦で里輝がサヨナラ打ったじゃない。打ちました、はい、今季初のサヨナラ、はい、あれでみんな勝ちゲームに対して喜びを表現できたよね、はい、うわーっと弾けたでしょ。なんかもうなんかすっきりしたみたい な何かが取れた。今まではさ、勝ったとしても2対1みたいな、はい、あ、やっと今日勝てたねみたいな、なんかねすごく陰にこもる勝ち方だったんだよ。あー、だから今日もまあまあなんかまた2点かなみたいな、はい、じゃなくて、まあ、あの体勢から、うん、ね、里崎がバーンと打った、はい、みんながベンチから飛び出して、うん、うわーっとやった瞬間から流れが変わったな。みんなよーし勝ったみたいな、なんか背筋が伸びたというかさ。あ、そこかと思うよ、はい、それで中日戦に乗り込んで、はい、俺の動画が出てクリーンナップが打ち出したと縦振りとかね、ありましたね、横振りとか、そうそうそう、いろんなあった。本当に見たのか見てないのか。まあ糸原、はい、ちょっと連絡くれと教えたいって糸原選手を対して、坂本も俺は見てくれてると思うんだよね。そうか、じゃあどなたからから伝わった可能性が、うん、可能性があるんだよ。あるんだよ。いや、わかんないけど。まあこれはね、俺の手柄でもなんでもない、彼らの力なんだけど、クリーンアップが軒並み打ち始めましたからね。あ、よくなったね、はい、うん、もう本当に力みから早く振るっていうことをね、大城がやりだしたし、大城じゃない、大山、大山だ、はい、この前さ、一人で3連戦振り返るって、はい、代打ここで糸井なんですよねみたいな。まあ糸井がいい仕事したって、糸原だった糸原ですね。懐かしいっていうコメントをくれた、ね、人ありがとうございます。いや本当にわかります、わかります、一文字違いでね。まあね、糸原、大城、大山、もう糸原は怒るだろうけど、ね、怒るでしょ、俺だみたいな、うん、ね、いいじゃないってなりますけど、まあ、だけど、そうやってこうみんなで喜びを表現して、なんかこう錆びついてたものが、なんかその喜びを表現するとともに、なんかこう衣が落ちるように、なんか全部落ちたかなっていう、うん、はい、そういうきっかけ一つで上がっていけるもんなんですね、うん、だって今までの勝ちってさ、いや勝ったなみたいな、うん、そうです、やっと勝ったなっていう、よかったなみたいな、最後ドキドキしたぜみたいな、なんかね、陰にこもるような勝ち方が多かって、確かに、でなんか弾けるような、よし今日も勝ったねみたいな、そういうことではなかったんだよね。だからまあ、ああいう巨人戦、3戦目にサヨナラ勝ちをして中日を迎えた、はい、それで一気に勢いがついたというね、まあ、打線も打つわ打つわですごかったですね、うん、というふうに俺は見てるんだけどね、うんうん、ただその中でやっぱまあ、クリーンナップ、はい、まあ、ここがやっぱこう機能しないとなってずっと思ってたら、うん、まあ勝ちゲームには必ず機能するというね、ようやくですね、来ましたね、うん、で集中力も高くなってきたよ。あの中日戦、雨の才木と松葉の投げ合い、はい、いや、あれすごかった、甲子園園芸じゃないとできないよ、お前。いや、もう最初から雨降ってましたから、ね、いや、もう試合時間も遅らして、そうです、そうです、ね、それでも雨降ってて、それでもやりましたから、ね、それでもやって、はい、あれはね、甲子園園芸様々ですよ。でずっとゼロが続くんですよ。そうそう、でも、才木もね、集中力高く、うん、素晴らしいピッチングでしたね、あれ。最後決めたのが里輝、やっぱ集中力高かったね、コンディションの悪い中。だからやっぱああいうゲームを勝ち切れるというのはさ、まあ、大したもんだと思う。まあ中日もね、うん、いい試合でずっと行ってたけども、松葉投手、うん、まあだけどやっぱ最後にはな、はい、まあ、里輝が決めるという、うん、まあ、これはもう勢いがついてきた証拠だよね。そうですよね。で、うん、現段階なんですけれども、打点は佐藤輝明選手の14打点がトップ、はい、で次がまあ岡本和真選手なんですけれども、で本塁打に関して、森下選手が、4本で、これ村上オスナにつ、ね、はい、と並ぶトップタイというところで、トップタイってまだ4本だから4本ですけど、トップタイみたいな。でもオスナと村上選手と並んでるっていう、だってそれはそれなりの力あるもん。いや、すごいすごい。でホームラン数もまあ
まあこれはあの、ね、状態が上がらない時からなんですけれども13本とこれはセリーグトップですね。もう13本。いやだからなんていうの、まあ、バッティングがねあの上がってきて、はい、まあ、ずっとピッチャー頑張ってたんだよ。そうですね、やっとこう歯車が合ってきたというかね、うん、まあ、そんな感じもするし、だから阪神は、まあ、これからはなかなか落ちないと思う。あの去年のディフェンディングチャンピオンの強さがこう落ちずに維持して、まあ、こう落ち着いてきたなっていう、うん、だからまあここからグワーンと下がるような谷はなく、うん、まあ、谷はあるだろうけどもまたスーッと上がっていくというさ、うん、まあ、それはやっぱ村上立ち上がりって開幕当初っていうのはあんまり良くなかった、オープン戦からねあんまり良くなかったんだけど、ここに来てやっぱ安定感出てきてるし、はい、あとはね西勇輝に勝たさないか。あの前回がねちょっと西勇輝投手が前回ってお前ずーっとじゃないかお前それで前回とめちゃくちゃいいピッチングしてるよちょっと打ってくれたらすぐ勝てるのにさ、うん、だからここら辺を安定的に勝たすようになってくると、はい、A クラスはもう絶対外さないような感じがするんだな。まあ、優勝とはまだ言わないけど、はい、まあ、俺の優勝予想は阪神だけど、ね、そうですよね、まだ優勝とは言わないけどもやっぱここら辺が安定的に、うん、まあ、西勇輝なんかこうあれだけのピッチングをしてて勝ってくるとね、うん、本当にアレンパっていうのはあるよね。でも今シーズンは B クラスにもう一回行くということはなさそうです。もうないと。あ、もうない。じゃあ安定飛行に入ってきたってことですか。そうだね。やっぱ強い、うん、やっぱ強いと思う。ですよね。だから岡田監督もようやくあの、ね、2得点の呪縛から解けた時だったり、あとすごいあの僕は中日戦で、ね、打った試合の後にやっぱ最初出だしピッチャーも野手も投手も良くなかったけど徐々に投手が上がってきていい状態、ただそこに野手がこうなかなか上がっていけなかったので難しかったけど、これでようやくバランスが整ったみたいな、まあ、たはいことも話されたので、やっとこう打順も落ち着いてきたもんな、うん、そうですね、だから6番のところに前川を入れるかノイジを入れるか、うん、 そこですね、まあ、そのぐらいになってきたからね。本当1回ガラガラポンありましたからね、1日だけ。もう梅野が2番を打たした時はもうお母さんもがぶち切れたんかなとか思ってそうそう、梅野選手が2番と思ってなあ、はい、でもあの時もう大山4番から外した、外しました。で、まあ、これは岡田監督切れたかなと思ったけど、まあああいうことも刺激があったりとか、うん、あの気分転換になって、はい、まあ、そういうきっかけを作ったのもあの打順の入れ替えっていうのも良かったのかもわからないね。そうですね、うん、じゃあもうこっから阪神はもう心配事は何もゼロですか。いやあとは怪我だよ、うん、怪我、うん、まあ、怪我人が出ると、うん、やっぱこうどうしても戦力ダウンにはなるだろうし、うん、まあ、ピッチャーも含めて、うん、まあ、怪我人を出さないっていうことがね、うん、まあ、そういう緊張感を保っていくっていうことがやっぱ 大事だと思うよね。あとはやっぱりノイジー選手と前川右京選手のなんですけど、ここはどういうふうに使っていく、まあ、いい方を使うんじゃない、うん、まあ、そこら辺はうまくやると思う。うん、だからまあそこら辺は固定っていうことではなく、やっぱ流動的にものは考えてると思うし、うん、で森下っていうのはあの子はさ打率は低い時でも目立つよな、なんですかね、やっぱ勝負強いというかさ、うん、だからまあ3番固定でもいいし、うん、そうで、やっぱ中野がこう安定的な力を出してきたっていうのは大きいな。打率いいですね、うん、あと坂本のバッティングはちょっと今年あんまり良くないね。あ、そっか、そこもちょっとまあ上がってくるとは思うけど、うん、でもキャッチャーとしてだったらやっぱこう洞察力とか、はい、やっぱりいろんなところを見れてるよね、うん、だからここら辺は大したもんだなと思うし、はい、まあ糸原だってね、はい、代打出てきたら何かしてくれるしな、うん、あとダイソーの選手もね、いい選手いっぱい、上田選手とか熊谷選手、本当にいるな、はい、いるので、だからこれはやっぱり安定的な力を出してくる要素の一つだし、うん、まあそんなに狂ってこないと思う。あとは中継ぎ陣もやっぱり今年の中継ぎ陣っていうのまたちょっと確率ここに来てもうできてき始めたのかなっていう、まあそうだな、うん、まあ桐敷が、まあ、昨年ね自信をつけたりだとか、うん、まあゲラが入って、ゲラ入った大きいですね、まあ、そうだな、うん、でゲラも大きいし、うん、岩崎、はい、が安定してるしな、はい、言うことはないんじゃない、うん、今でそこに新戦力のね岡留投手であったりとか、はい、門別投手が先発ローテに入るかなと思ったんですけど、枠がないんですよね、先発も。まあでもね、いいのでこれは置いとけば、うん、まあ、夏場絶対必要になってくるから、はい、
じっくりでいいのかなっていう。あとはちょっと心配なのが下で苦しんでる湯浅投手。まあもう別にいいんじゃない。ああそうか、もう上に行くと。いやそれはなぜかというと、やっぱなんていうの、競争に負けた人間というか、自分の状態を保てない人間っていうのはやっぱ置いてきぼりになるよ、阪神では。やっぱレベルが高いもん。そうなんですね、うん。ただ岡田監督の中で昨年日本シリーズで湯浅をあのポイントで入れて、ね、打ち取った、あれから流れが変わったっていう湯浅の力っていうのはやっぱこう考えてると思う、どっかで。ですよね。だからまあ、苦しんでるだろうけども、やっぱ早く力になれるようにね、調整しないとな。そうですよね、うん。あとまだまだピッチャーとしてはね、下に西純投手もいますし、まあ、まだいっぱいいるんですよね、実は下に。いるんだよ本当に。他のチームだったらもう、例えばヤクルトとか行ったらそこに。この前ファームのゲーム見てて、いつもはいはい、いつも、はい、ちょっと違うがやっぱみんながこんな泳いでんのに、うん、あいつだけその遅いボールを待ってカーンライトに打ったからね、あこの子は違うなと思って。上がってこないですか。ああいうタイプはやっぱゲームに出してなんぼやから。そうかそうか。で出る幕はないから今、そうか、うん。だからもうちょっとな、もったいないけど、うん、まあ他だったら上がってるかなと思うけどね。ただ岡田監督ももちろんファームの試合もね、タブレットで見てるので、見てるこの選手上上げたい、使いたいなと、何か光るものあれば、もしかしたら。いやもう選手たちも虎視眈々と狙ってると思う、うん。まあ、岡田監督が見てくれてるっていうね、はい、まあ、いうことも分かってるし、うんうん、ただそのアピールは続けるだろうけど、うん、だから今のところないな。打層が本当に熱くなったんですね。いやだから前側なんか、うん、いいって言われても、うん、ちょっとダメだったらすぐ落とされる。そうなんですか。いやもう行ってこいみたいな。ですよね。そうそう、だからもうみんなが必死だよね。だから、まあ、そういうチームはなかなかやっぱこう落ちていかないよ。そうですね、うん。いやこの前の同点で終わった試合もそうでしたけど、 DeNA との、引き分けで終わった試合もそうですけど、引き分けだけどベンチで満面の笑みの岡田監督、もうなんか久々に調子が上がってくると、またあれは何の笑みか知ってる？勝ったに等しいってことですか？序盤の石膏を助けてくれたんだ、選手たちが。ああ、もうちょっとうまく攻めたら勝ちゲームできたんだよ。あ、ジャクソン捉えられたんだよ。あ、そうなんですね。多分これで引き分けられたなっていう。ああ、それの笑顔だったわけですか。で、DeNA はあの日5時半からゲームをやっていて、はい、その後カールスモーキー、あ、そうです、石井さんのイベントがありました、ライブが。いや、ある予定だったんだけど、はい、あれ10時までで、ね、10時以降は何も禁止だからさ、はい、中止になったんです多分。あ、やってました。やってた。やってました。いや、ちょっと出てきたでしょ。なんかすごいパフォーマンスしてたでしょ。はい、してました。でもすぐ引っ込んだでしょ。あ、そうなんですか。あれすぐ引っ込んだ。あれ多分中止になってるはず。そうなんですか。そりゃさ、9時半までゲームやられたんじゃさ、30分で何するって設営してさ、何にもできなくなった。あ、その笑顔かもわからない。してやったりの。いやでも岡田監督、本当はやっぱり、ね、阪神の状態が上がってくると岡田さんの笑顔も、まあ、そうだな、いつものあの笑顔が見られますし。でも悪い時でも焦ってはなかったな、うん、必ず上がってくるっていうのを信じきってる、うん、そういうこう堂々としたものがあったね。あ、そうだったんですね、うん。だからさすがにやっぱ年の功だなって、慌ててないなっていう、うん、経験値ですね。で一回こう打順を変えた時っていうのはちょっと気分転換させようと、うん、その場の責任を負うだけじゃなくて、うん、ちょっと一回こうガラッと変えて、うん、気分転換してまた戻そうと、うん、いうところもみんな、おお、どうしたみたいな、そうそうそう、色向きだったけど、はい、まあだけど岡田監督の中ではおそらく一試合でもそういう気分転換があると、うん、チームが変わってくれるんじゃないかっていう、うん、まあそういうことだったと思うよね。そうなんですね、うん。あとはやっぱ動画がちょっと生きててくれたらありがたいね。あの動画が伝わってくれてたら3人クリーンアップに。そうだね。今からでも遅くないのでね、もし伝わってなかったら糸原選手か坂本選手、あのね、良きタイミングで伝えていただけるとこちらも嬉しいですけど、はい、でも虎が、ね、冷ましましたね、完全に。いいね、うん、もう冷ましたよね。え、いや、やっぱり強いなと思いました。だね。はい。はい。